はい、立ち上げ直しました。ここに EN って、ここになんか画面右上のインジケーターの A とか A とかっていう V2 だもん。で、このイングリッシュの EN やると、英語 ES なんだけど、で、キーボードレイアウトやると、ちゃんと8の上がアスタリスク。これ、8のところがアスタリスクになってて、9が括弧開くで0が括弧閉じるで、これね、9が括弧開く0が括弧閉じるというキー配列と同じになってるという US 英語 US で OK で閉じるで、でここを日本語ってやるとあ A になったな。これはローマ字変換ということかな。それでもう一遍、あ、間違えた。ここね。映ってない。最初これだったの。EN。イングリッシュの EN だったのが、これを日本語もずくってやると、ここが A になった、アルファベットの。これでもしかしたらローマ字入力ができるのかもしれないということで、LibreOffice Writer で、ここで、あ、い、う、ダメだ。な、これで、さっきのスーパーキーとスペースだな。これとこれ。あ、円になっちゃった。これとこれで、円に戻った。もう一回、これとこれで、直接入力ひらがなカタカナなんだ。これか。もしかしたら、これであになった。あ、いうえお。あ、来た。来たけど変換がされない。変換はスペースキーじゃないんだ。愛。例えば、愛してるの愛。タブキーで変換。タブで変換するんだ。タブキーで選択って書いてある。タブ。愛。ああ。上を。上げようになっちゃった。え？書く。あ、スペースキーで。あ。はぁ。なんとなく分かってきた。入力モード、ひらがな。とりあえず、なんかこの辺をいじればいけるということが分かった。だからこれ、Windows とこれをスペースと両方押すと、N、EN になるから、これで I 打ってやると、I 打ってやると、I 打になって、また Windows キーとスペースキーを押すと、ここがアになって、そうするとここでアイウエオと入力すると、でスペースキーで変換候補アイ、ああ上、ああなんとなく分かってきた。とにかくここで切り、これであとスーパーキーっていうこの Windows キーとスペースキーだ。だんだん分かってきたぞ。これで日本語の入力もできそうだな。すごい進歩だね。よっしゃ。